大山増達に憧れ最強を目指す若者たちの活気が合宿に満ち溢れる。一本一本の月には渾身の気合が込められ、雄たけびが山を包む。大山が指揮を執る合宿の稽古はまさに苦行ともいえる厳しさの連続だ。それでも合宿に集う精鋭たちは大山の叱咤に耐え、黙々と極真の道をひた走る。踏んでから蹴る。はい、違うよ、足が違うよ。稽古していないんだな。足が交差しなくちゃいけないじゃないのよ。さあ、バカモン。はい、何やってんだよバカ。こう、こういうふうに振るんだよ、こういうふうに。また顎を行くんだから。また顎を行かないにしても、ここを行くんだから。これは人材ぞ。マスター、これは小さいよ君。それさ、もっと飛ばなくちゃ。ではもっと飛ぶの家に。ああ、それはい、ゆっこれはゆっくり、大きく。相手は神様じゃないんだもの。そんな苦しい時は相手も苦しいよ。問題はガスの精神だ。そこが三平の精神が必要だよ。少々ね、骨が折れても偉大顔をしない。ちょっと偉大かなと言ってすぐ偉大顔をすると、敵はそれを見るから。もうやりだした以上はね、必ずね、食いついて離れないこと。もう勝負の鬼になることが一番大事だからね。はい、そう、そう、高く、高く、後ろへ、そう、回って、もう一回蹴る、回し蹴りをする。だから非常にちょっと難しいかもわかんないけどもね、こういう回し蹴り。しかし、究極はね、スタミナが問題を言うんだよ。わかった？よし。スタミナのね、もうあの戦いだから。一番延長、延長、延長に行った時に、3回延長行った時にはもうスタミナだよ。よし。もうこれぐらいで封するな。3、これじゃないとね、こうこうこういったらね、これは君相手倒れないよ。相手のね、肋骨を打ち破ってね、相手の心臓の方へね、拳を突き出すというような気持ちで、下へこう、そしてこう、この時に腰をひねらなくちゃ。体重を全部乗っけるんだよ、80キロの体重を。イエス。一番大事なのはね、練習は厳しくやるのよ。わかったね。それで試合の時には平常心で試合をやる。真剣勝負、一切の妥協が許されない極真空手は、その壮絶さゆえに多くのロマンと限りない魅力に包まれている。倒すか倒されるか、実に単純な構図の中で男たちのギリギリの戦いが繰り広げられる。故に極真空手は史上最強と言われているのである。極真会館本部が主催する新春初の行事が冬季合宿である。極寒の三峯神社は、若き日に大山増達が自ら山ごもりを行った極真伝統の地である。ここでの合宿も早30回を数えた。しかし大山は毎年常に先頭に立ち、数百名に及ぶ道場生に最新の指導を行っている。
空手はあらゆる格闘技の中にあって最も原始的かつ根源的闘争手段でありながら極めて合理的な技術として洗練されてきた。大山増達が提唱する武道空手はあえて格闘技としての空手の原点を見据え最強の境地を切り開こうとするものである。ゆえにその修行は孤独との戦いといえる。小難しい理屈や哲学を拒絶しひたすら自らの精神と肉体をいじめ抜く。千日を初心とし万日をもって極めるために己を殺し己を生かす道が極真空手の修行なのだ。大山は弱い60を超えた今も日々研鑽を怠らない。毎年1月11日本部道場にて年始めの鏡開きが行われる。まだ夜も明けやらぬ早朝、静寂に包まれた道場は大山増達の号令と道場生たちの気合によって目を覚ました。はい、入れ木。
昨年お世話になりました。お父さんから丁寧なる年賀状どうもありがとう。おやじにそう言って。わかった。じゃあ着替えてください。私は常日頃いつでもね若い者に言うことは、権利にこびるな、暴力に屈するな、金の奴隷になるな、それが男の中の男である。私たちは男にならなくちゃいけない。特に私たちは武道家である。それがために武道家であるだけに、武道というのは己に厳しく人に優しくするのが武道である。ここまで来るのにはいろいろね、紆余曲折ありました。いろいろ、極真空手は、あれは空手じゃない。あれはまるきり喧嘩だ。喧嘩空手だ。邪道空手だ。はみ出した空手だ。力の空手である。ぶち壊しの空手である。あんなものは空手じゃないと。指南皇后とありましたがね、現在、私のやることをそのまんま、他の今まで指南した連中がそのままね、それを今やっています。私は常にね、風車よりもね、新車、貧しい人、金持ちよりはにしてもね、貧しい人の味方、弱い、強い人間よりはね、弱い人間の味方、多数よりは少数の味方になるのはね、私のね、これはね、私の死ぬまでの信念です。日本人のね、古武道である空手がどんなものかを君に見せてあげるんだが、万一、これが私が完成したら、お前はな、お前は私の子分になれよと。それを S 役に、その代わり私の子分になったりと、私の命令は絶対に聞かなくちゃダメだよと。そうだったら S 役はそれを言ったら、OK、OK、OK は私もわかるから、OK、OK と言うんですね。よろしい。それじゃね、コカ・コーラ瓶をね、12を並べと。だから両側に並べておいたわけです。こちらに6本、こちらに6本。それで息を整えて、とにかく、息を整えてからうわーっと気合いかけると当人バッ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 と切ったらね、12音のうちに9本が切れちゃった。3本が吹っ飛んでしまったわけよね。そうするとね、そこのね、アメリカのプロレスラーがね、全部4、5人がおったプロレスラーがね、オーマイガーッオーガーッヘンド、彼らが救ってくれたんですよ。それがね、ゴッドハンドのコットハンドの始まりです。一階の武道家大山益達が創始した極真会館は、今や世界最大の組織に成長した。国内はもとより、海外においてはおよそ130カ国にその勢力を広げている。会員数1200万。この巨大な組織の総本山では、今日も大山益達自らが若き道場生に指導を行っている。ほう、こういうにしないで、こういうに目の高さになるように強くなるぞ。分かった。ここに力入れて、もう体で一番大事なのはね、目だよ。試合の時にね、相手が怖いからって言って顔を伏したらね、殺されちゃうと。絶対相手の目を見て、相手の動きを見て、ね、自分も動く。相手は、自分が怖い時は相手も怖い。相手は神様じゃない。自分が怖いなと思ったら相手も怖いよ。だからね、目をそらすっていうことはもうすでに負けだから、だからね、蹴るところをまっすぐ見るようにしてください。目を大きく開いて、よし、やりたい、はい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 。ここにつかなくちゃいけない。自分の胸に、こちらも自分の胸につくのが本当だから、分かった。一撃で倒すっていうような気持ちで、分かった。だから力の強弱、力の入れ方、それが一番大事。はい、蹴りたい、はい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 。小指と薬指に力を入れる。
わかった。小指の薬指を相手を引っ掛けて引っ張ってくる。はい。えい。大山益達が生を受けた1923年は世界中に暗雲が立ち込め、大戦を予感させる殺伐とした時代であった。この混乱の時代を大山はひたすら強さを求めながら生き抜いてきた。太平洋戦争が始まり、大山は航空整備兵として従軍する。数多くの戦友たちの死と直面しながら、大山は生きることに迷い悩んだ。そんな生と死の狭間で生きる大山を蘇らせたのが空手だったのである。空手の道を全うすることを誓った大山は、いくつかの山ごもりを行い、アメリカに飛んで武者修行に励んだ。一撃必殺を求め、稽古によって五体をいじめ抜いた大山は、やがて超人として生まれ変わった。武道家、格闘家を相手に全戦全勝。その拳はレンガを割り、石を切った。世界中からゴッドハンドと称賛された大山の最強伝説は、昭和の空手史を全て塗り替えたのである。こうして大山の息吹が息づく極真空手は、史上最強の空手格闘技として世界中を席巻している。ただ一人の武道家として生涯を送ろうとした大山は、図らずも組織の長として生きることを余儀なくされた。しかし未だに大山は純白の空手着に身を包むことを忘れない。生ある限り大山の修行もまた終わることがないのである。極真空手の精神を寛容するために、毎年春静岡県湯河原にて支部長総年部の強化合宿が行われる。これには国内のみならず海外からも多くの指導員クラスが参加する。大山はこの合宿においてはあくまでも武道に徹した技術の指導を心がけている。こういうに持っていってすぐこういったらいいわけです。よし、これをね、あの握ってこういうに持っていく。そして上にパチッと持っていったらいいわけです。こうこう、ただこれを少しやってこう入らないで
パッとこういうのやって、そして入りながら客を取って、ここに必ず首当てながら、して蹴っていく。3、4、8。騎馬立ち。もうダウン。よし。Look here, look here. No, 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 no. Look here. よし。Over there. 45 degrees. Yeah. はい。Yes.はいす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 はい最強への道のりは決してなだらかではない。極真空手はあくまでも強さを求めるがゆえに、道場生は多くの試練に臨まねばならない。昇段審査はそれらの中で特に厳しい苦行である。一番大事なのは息のね、吐くときと足すところ、これをよく見ますから。まだ実際に私たちが試しはやるときもね、息のそのね、呼吸法によってね、物が割れたり割れなかったりすることがあるんだから、人が倒れる時もそうです。これ一番大事なことよ。相手の呼吸をこう足して、喧嘩する時にそうよ、こう足してそうとする時に、そのタイミングが難しいんだよ。その時叩いたらね、脇腹叩いたら必ず息できないんだから。これが気渡しです。こういうだってね、下腹に力入ってないったらこれ崩れちゃうから。わかった。おっす。地力本願の傾向によってね、石を割る。石を割るんじゃろう。石をこういうふうに握って折っちゃうんだから、これぐらい握力がなるよ。この練習で、この逆立ちで、この逆立ちでだよ。別に機械いらない。石をこう持って割るんですね。石をこう持って、うってやったら折れちゃうんだから。折れちゃうんだよ。石をね、手で割るんじゃなく、石を持ってね、そのまま折っちゃうのよ。これぐらい握力が強くなるよ。握力の強い人間がね、速さだけあればね、叩いたら必ず相手死ぬんだから。こういうことを念頭に置いてね、精進してもらいたい。地上最強の、昨日も申し上げたように、地上最強のね、格闘技があるとするならばね、それはね、何でもない。空手だよ。その空手の中でも最強に強いのはね、極真だよ。だから極真できるよ、君たち。君たちできるよ。選手権大会でいくらでも叩いてもね、倒れないのは君たちのね、握り方、あで方。三、四、地力本願の稽古を一生懸命やってください。ポデビルの戦隊ってね、あんなことやったってね、強くなりやしないよ。これはね、もう私の長年の経験だ。半世紀の経験の上においていうことだよ。Six, six, 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 six,
いに力があってに和さがなっちゃダメですよ。そして速さがなっちゃいけない。そういう意味合いで非常にそういうものを今見てますから、本当にこれは、ね、力あるのかないか、これは本当に速いか速くないか、これはうまいかうまくないか、そして正しい空手の理念に基づいて本当の技量をね収めているかどうか。これがね華麗なる組手だ。相手の突き蹴りはね全部な受け流す流水である。すなわち自分のね突き蹴りはね間違いなく相手の強敵に当たる。華麗なる組手をやらなくちゃダメよ。地獄の昇段連続組手、次々に向かってくる相手に対し妥協のない攻撃を続けなければならない。自分自身を地獄の淵に追いやり、彼らはそこで何かを掴もうともがきにもがくのである。ちょっと待って、ボス大丈夫か。ボス大丈夫です。私見える。ボスちゃんと見える。ボス平気なマジリ。あれ。ちょっと動かさない。空手が一番強いんだよ。それはね何も持たないし何もつけないから空手が強いのよ。片手で逆立ちができるぐらいになればね、それぐらいのね腕力の腕の力のある人だったらね牛殺すよ。牛を一発で叩いてしまおうと。そして牛がねもう倒れるようなねちょっとそういう手しか出てきてもらいたいよ。
遥か40年前、孤高の空手家大山増達は房総の突端に位置する千葉館山にて一人修行に励み、猛牛と戦った。今日流星を誇る極真会館の聖地がまさしくこの館山だと言っても過言ではないだろう。本部滝合宿はこの極真空手発祥の地館山を舞台に毎年行われる。若き日の大山増達が血と汗を流しながら修行したこの地で、同乗生一人一人が精魂込めた気合を海に向かって吐き出す。ここに力入っちゃダメだって言ったら、ここだって言ったら、これは難しいんだよ君。同乗生を前に空手の極意を語る大山増達は、釈迦のようなぬくもりと温かさで会場を包む。しかし勝負論、最強論を語る時の大山は仁王のごとき厳しさを垣間見せる。大山増達は神様じゃない、人間です。皆さんと同じものを食べてるんだ。どこがそのね、違うかって言ったらね、ただ私はね、自慢じゃないけど稽古量が違うよ。はいや、はいや、はいや。やっぱり私たちはね、自然に帰って自然を愛しながら自然の稽古をしなくちゃダメです。それで自分が限界に挑戦していくと、機械化に頼るということは良くない。強いて苦しくてもいいと、難行、苦行、修行をね、通じてね、武道空手を習得したいということで極真に来たんだ。極真はどういう武道空手だから、やり方、教え方も厳しいかも、やり方も厳しい。世界に有比する極真会館、1990年春、世界の地区責任者が一堂に会し、さらなる極真空手の発展を期すとともに、改めて技術、型の統一が確認された。はい、そうです。これが本当であるけれども、上手くなっているからこのまま円を描いて下ろしてもいいわけです。 If you are good at if you can、 こう円を描いても構わないです。 Okay, you go in there or you go to the central line、 真ん中へ行く。 I want to ask you to get him outThis one? No, but he said Juji or Mawashi? No. Sir! Sir!
級レベルでの極真空手の技術統一を図るため、全世界に向けた技術ビデオの制作が行われた。撮影には国内だけでなく海外からも一流選手が参加した。アベア、コンテ。E por trás do adversário, por cima da defesa dele, bam, Yokogiri. Eish! 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 Eish!日本古来の武道を世界中に浸透させるため、海外指導に情熱を傾ける。9年やらないと体の盆に立つことができないよ。極真空手はもはや真剣国境心情偏見を超え人類の財産となり得たことは私にとってこの上ない光栄と存じます。海外の急激なレベルアップによって本家日本は今最大の危機を迎えている。特にこのヨーロッパにおける技術力の向上は凄まじい。アンディ・ハグ、マイケル・トンプソンなど海外勢が世界の頂点を極める日も決して遠くないと言われている。大山増達のもとには全国の道場生やファンから数多くの手紙が寄せられる。手紙の中には極真会館を除名されたり離脱した人たちに関するものが少なくない。これらの手紙に対して大山は苦悩に満ちた返事をしたため、前略大山増達様、私は大山先生とは面識はありませんが、大山先生の本は全て読破した大の極真ファンです。今まで多くのお弟子さんたちが独立してしまいましたが、私は納得できません。本当にがっかりします。彼らは大山先生が築いた実践空手で生活しているからです。昔大山先生の空手は異端視され仲間外れにされたそうですね。そこにパイオニアとしての苦労があったわけです。一体これはどうなっているのですか。極真は和の精神を尊びファミリーであるとおっしゃいますが、疑いたくなってしまいます。私は大山先生がとても気の毒です。そう感じたからあえて筆を取りました。大山先生は日本人として世界の誇りなのです。前略、貴殿のお手紙受け取りました。貴殿と私とは面識はありませんが、私のことを知っているのを縁にお手紙をくださりありがとうございます。私から弟子が去っていったのは全て私の不徳の致すところです。生来私は一武道家であって指導者ではありませんでした。極真空手は今国内に40万人の会員を持ち、世界各地においては1000万人を超す大組織になってしまいました。私は宮本武蔵を目指して生きてきましたが、いつしか組織の頂点に立ってしまいました。組織の運営は本当に難しいものです。今私は70歳近くになり、初めて
人間関係の難しさが分かってきました。人生の虚しさや悲しみをしみじみ感じるようになりました。心配してくださってありがとうございます。今私の身近には信頼している弟子がたくさんいます。そして貴殿のような隠れた極真の支持者がたくさんいることも知っています。ご忠告感謝します。愛情深く正しく極真を見てくださったことに感謝いたします。今後とも極真空手を温かく見守ってくださるよう心よりお願い申し上げます。極真会館大山マスターズ。入門の動機は大山総裁の本を読んで強くなりたいと思ったからであります。おっ、ああもう今日丸ごとになって新規巻き直したこれから。おっ、今年もまた若獅子寮の入寮式が行われた。本部若獅子寮は大山増達が唱える極真精神を最も身近に継承する若者を養成している。これに、はい、おう、おく、はい、そして彼らは厳しい師弟関係の下で千日の修行を積み、明日の極真を担っていくのだ。